はい、皆さんこんにちは。コミット TV 八木でございます。本日はアスリートシリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回は元イタリア代表の選手が着用している腕時計に迫ってまいりたいと思います。果たしてどんな腕時計を着用しているのか。それでは早速キックオフ。1人目にご紹介するのは、現役から退いた今もなお世界最高の左サイドバックと語り継がれているパオロ・マルディーニ選手。無尽蔵のスタミナ、的確な状況判断、空中戦の強さなど、ディフェンダーとしてパーフェクトなスキルを持っていたマルディーニ選手ですが、特に評価されていた点は1対1の強さ。相手選手にテクニックがあろうがスピードがあろうが、動きを先読みして一歩たりとも先に進ませない、その迫力は凄まじいものがありました。このディフェンス能力は現代のパスサッカーにおいても通用していたことに違いないでしょう。そんなマルディーニ選手が着用している腕時計はロレックスデイトナリファレンス116506、チェスナットブラウンのセラクローム製ベゼル、インダイヤルに爽やかなアイスブルー文字盤の組み合わせが上品な印象のこちらは、デイトナ誕生50周年となる2013年に登場しました。登場から約10年が経過し、デイトナ誕生60周年を迎えた今年、新作リファレンス126506が発表されたことにより惜しまれつつも廃盤となりました。海外セレブたちも多く着用している印象ですが、日本では国民的アイドルの木村拓哉さんが着用していることでも有名ですね。いつかは手にしてみたいと誰もが憧れる一本です。2人目にご紹介するのは、ディフェンダー初のバロンドール受賞者、ファビオ・カンナバーロ選手。当時のイタリア代表のサッカースタイルは強固な守備を意味するカテナチオと呼称されていましたが、その戦術を誰よりも体現していた選手の一人と言われています。先ほど紹介したマルディーニ選手同様、ディフェンダーとしての優れた素質を持っていたのはもちろん、味方への声かけによって自分に有利なポジショニングを取り、いとも簡単にボールを奪ってしまう戦略的な頭脳も持ち合わせていました。平均身長が低い日本人はどうしても空中戦が不利となってしまいますので、カンナバーロ選手のプレースタイルは今日の日本サッカーにおいても非常にお手本となるのではないでしょうか。そんなカンナバーロ選手が着用している腕時計は、パテックフィリップノーチラスリファレンス 5980R-001、18金ローズゴールド×革ベルト仕様の組み合わせで2010年に登場したリファレンス 5980R-001。 ノーチラスの基本デザインはそのままに、60分系と12時間系を同軸で表示するデュアルサブダイヤルを6時位置に配しています。ブラックブラウンのグラデーション文字盤と同系色の革ベルトの組み合わせが上品な印象ですが、ラバーベルトに乾燥して着用することでスポーティーでカジュアルな印象へと様変わりする見事な一本です。3人目にご紹介するのは、世界トップクラスのレジスタ、アンドレア・ピルロ選手。ピルロ選手といえば、やはり正確無比なキックが最大の特徴でした。味方の足元にピタリと合わせるパスの成功率はなんと驚異の 95%。 もちろんセットプレーもお手の物で、その芸術的なフリーキックではカーブ、無回転、縦回転などシチュエーションによって数種類のキックを蹴り分け、相手ディフェンダーやゴールキーパーを幾度となく翻弄してきました。世界中のサッカー少年たちが憧れ、誰もが真似をして練習したのではないでしょうか。そんなピルロ選手が着用している腕時計は、ショパールアルパインイーグル41リファレンス 298600-3001。 ガルバニック加工が施されたアレッジブルーカラーの文字盤が特徴的な一本ですが、もちろんデザイン性だけではなく、スイス公式クロノメーター検定局認定のショパールムーブメントを搭載していますので、機能性も抜群。次世代のラグジュアリースポーツウォッチとしてじわじわと人気が上昇しており、二次流通市場でも盛んに取引が行われています。価格が高騰しているパテックフィリップノーチラスやオーデマピゲロイヤルオーク、バシュロンコンスタンタンオーバーシーズに代わるラグスポーツとして、今後の動きに要注目ですね。4人目にご紹介するのは、駆け引きの天才、フィリッポ・インザーギ選手。オフサイドにならないギリギリの駆け引きからの裏への飛び出し、そしてワンタッチシュートでのゴールが特徴的なインザーギ選手。ごっつぁんゴール等々言われることもありますが、実はワンタッチでゴールを奪える動き出しと絶妙なポジショニングによって生まれていた見事なゴールなのです。クラブチームだけでなく、イタリア代表ストライカーとしてもしっかり結果を残した素晴らしい選手の一人です。そんなインザーギ選手が着用していた腕時計は、
ロレックスデイトナリファレンス116520。ロレックスで1位2位を争う人気を誇るデイトナ、2000年に登場したこちらは全モデルからの搭載ムーブメント変更に伴うインダイヤルのレイアウト変更、インデックスの大型化など細部のブラッシュアップが図られました。セラクロムベゼルを採用した現行寄りのモデルとは雰囲気が異なり、クラシックな印象を与える一本ですね。まとめとなります。今回も元イタリア代表の選手が着用している腕時計がどのような腕時計なのかを知り、高級腕時計に少しでも興味を持っていただければ幸いです。さあ次回は何のスポーツ選手の腕時計にフォーカスするのか、ワクワクしながらお待ちください。今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。